おとといもマッチポイントを握られて、またそのマッチポイントを取られるまではまだ最後の最後まで分からないなと、最後の最後まで諦めずにもう絶対勝つぞという気持ちで今日も一生懸命頑張りたいと思います。ここまで来ましたので、自分のテニスをしっかりやっていくとと同時にこう鼓舞して闘志を燃やすんですけれども、冷静に戦略を組み立てて必ずチャンスは来ると思っているので、まあ、チャンスが来るまでしっかり粘るところは粘り、攻めるところは攻めると。初戦は緊張して、もう最後の最後までその緊張がちょっと解けない中で試合をしたっていう感じなんですけど、もうこの現時点において、なんか、しのこの言ってる場合じゃないので、もう思い切って、はい、まあ、すごく緊張してます。相手が杉村さんで、まあ、強いのも分かってますし、まあ、自分が今回の第一シードということで、まあ、勝たなきゃいけない立場であるのかなっていうことを考えると、すごく緊張してます。サーブいいですし、ボレーもすごく決定力ありますし、まあ、サーブ、ボレーで攻めてくるんじゃないかなと思いますし、初戦は、まあ、競ったということなんですが、初戦とやっぱり2回戦って緊張感も変わってくると思うので、初戦と違うプレーをしてくると思うので、もう自分もしっかり負けずに強気でプレーできたらなと思ってます。白子に杉村さんに来ていただいたんですけど、その時に初めてワンセット取られてしまって、でもうその時に非常にいいプレーをしていたので、それをそのまま出されたら正直厳しいなというふうには思っているので、まあなんとか自分も対応できたなと思います。杉村さんとやると、まあいろいろこういうメディアの方が入ったり、自分は緊張するので、できれば与えたくないなっていうのが心境ではありましたけど、でもこういう機会というのは、まあ自分が望んでも得られる機会ではないので、自分にとってもすごいいいチャンスなんじゃないかなと思って、まあ、楽しめればなとは思ってます。はい、見た瞬間にもう出てるんだ。すいません。おはようございます。おはようございます。はい、お願いします。
だまだ分かんない。
一番かい。よし、一本取ろう。参りました。ありがとうございました。本当ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。山岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に素晴らしいプレーで、本当にもう。いやーもう。まあ、まずはもう、一言目というか、緊張しました。この緊張感の中で、試合をして、自分がどれくらい力を出せるのかなと思うと、もう昨日から緊張してちょっと寝れない感じだったんですが、まあ、なんとか無事試合を終えれてよかったなと思います。最初緊張感からかボールが飛ばずに浅いボールが多くて結構ネットに出られてたんですが、逆にその、まあ、遅いボールのせいでタイミングを狂わせてた部分もあったと思うので、そこで、まあ、自分のいい形ではないんですけども、ポイントを積み重ねていけてたかなと思ってます。普段通りのプレーまでにはなかなかいかなかったんですけども、よくできたのかなと思ってます。やっぱり杉村さんが出ることによって、この毎日テニストーナメントもそうですし、ベテランテニス界が注目を浴びてますし、実際に今まで出てなかった方がたくさん試合に参加されて、45歳で、このドローの多さってなかなかないことなんじゃないかなと思いますし、すごくありがたいなと思います。私もやっぱプレーしてて少ない選手でこう大会をするより多分たくさんの選手で参加してもらってプレーしている方がやっぱり嬉しく思いますし、できることならこのままずっと参加してもらえないかなと思います。今まで過去に大会参加された方もまだ、参加されたことない方もまずは一歩踏み出して試合に出てもらえたらなと思いますし、試合に出ると今まで練習だけしかしなかったことと違って別の楽しさがかなあります。その楽しさに触れるためにも、まあ、まず一歩踏み出して大会に出てもらえたらなと思います。いやーもう強かった。さすが全日本チャンピオンの壁は厚かった。全てを出し切ったと言いますかね。試合の中ではもうなんとか試行錯誤、ポイント、それからゲームに取れるように努力したんですけどね、なかなか結果は出ませんでしたけれども、ここまでやられるとなんか何の悔いもないっていうかもう思い切ってやったなっていう、そんな印象です。はい。まあ、とにかく本当に向井選手が素晴らしくて、同年代であれだけのプレーができるんだなと思うと本当励みになります。これまで3回練習マッチしてもらいましたね。
でもその都度、まあ、当たるかもしれない僕にもう本当にいろんなアドバイスしてくれましたね。練習マッチもほんいつも全力でやってくれて、なんかこう手を抜くなんていうこともなく、で今日も最後まで本当に緊張感集中力切らさず、いやそこは本当にさすがだなと思いましたね。最後のセカンドセットで、まあ、自分の夢なんですけど僕自身が1ゲームも取れなかった、やっぱ 6-0 でやっぱ3ラウンド通過するっていうところがやっぱ優勝目指してる人の戦いなんだろうなと思いましたね。もう余計なゲーム余計なプレーしないって、もう勝つときは一気に勝つと、いやすごく感じましたね。全く崩れることなく、あこれがやっぱりトーナメントにね勝つ人のテニスなんだなっていうのが終わってみてすごく感じますね。もう常にずっと高いパフォーマンスでしたから、いやちょっと上には上がいるなと思いました本当にこればっかりはもう実力の差としか言えないですね。今は今の本当は我々の世代の最高峰ですからね、国内のトップですから、なんとか勝機がつかめないかなと思って頑張ったんですけどね、ちょっと今の僕には難しかったですね。大会関係者の皆さんにも本当感謝します、本当ありがとうございます。もうとりあえず杉本さん本当ずっとサポートしていただいてね、大会関係者でありながら障害テニスを盛り上げるっていう名目で、このレフェリーの皆さんですね、それから今日も何人か実はね応援に来てくれましてね、障害スポーツっていうのが、まあ、テニスだけではなくてですね、いろんな競技でこう広まっていくと、まあ、ちょっと大きい話をすると、まあ、予防医療だとか、まあ、最近注目されているのウェルビーングとか幸福論とか、ね、そういったところやっぱり日本はまだまだ伸びしろがあるんではないかなと思いますので、お子様にね習い事をさせる親御さんいらっしゃいますけど、ぜひ親御さんもねぜひプレーしていただきたいなと思いますね。そして週1回プレーするよりも年1回大会出る方がかなり重いです。まあ本当に改めて1年挑戦させていただきましたが、そんな感想を持ちました。日本で一番豪華なコーチ陣に教わったんだと思いますけど、なかなかちょっと結果が出せなくて申し訳なかったんですけども、もう深く深く感謝します。来年は毎頭に出場はいやぜひ挑戦したいと思います。はい、まあ、できればちょっとその毎頭の前に何個か出たいなって気がしますね。公式戦不足かなっていう、勝つってことを考えるともうちょっとこう公式戦に なれる必要あるかなって、勝つってことにこだわるのがあるからね。体力的には全く問題ないですね。まだまだ2セット3セットできる体力はあるんですけど、やっぱ試合 の独特の緊張感の中でやっぱまだこう自分のプレーを出し切れないっていうところがあるんで、やっぱそこはもう最後この試合感かなっていう、まあ、それでも1回戦勝つのは大きいんですけどね、1回戦勝つのはもう今年1年の大きな成果かなと思いますけど、やっぱり向井選手全日本チャンピオンであって試合感っていうんですかね、試合前にどう自分を持っていくかっていうところを含めて丸2年やった課題かなっていう感じしますね。